やばいけど、ヴァンパイア死ぬ可能性あるぞ。消えろ。危ない。今のは結構いい回避だったような気がする、ヴァンパイア。はい、皆さんこんばんは、ニワトリです。今回は久々にワールド探検のダークモード、こちらをやっていこうかなと思います。はい、ということで、特別なクリスマスプレゼントで、スタミナがね、めちゃくちゃもう上限を突破しておりますので、なかなかね、もう霊魂石もそのあんま集めるとこもそんなないということで、久々にずっと詰まっていたこのワールド探検のダークモードを進めていこうかなと思います。で、12の13でずっと詰まってこれですね、チョコクリームウルフ姫というこのボス、ここがこのステージがクリアできなくて止まっていたというところで、ずっとやってなかったのでクッキーの成長具合とかも多分違うので、もしかしたらね、簡単にクリアできるかもしれないのですが、ということでやってみようかなと思います。久々ですね。ダークモード全然進めてなかったというか、あんまね、ここで結構みんな進んでる人はこの辺とか行ってると思うので、僕もね、ちょっとそのあたり目指していきたいなというところですね。じゃあやっていきたいのですが、ここがね、あんまちょっとどういうとこだったかそんな覚えてないので、どのクッキーがいいのかなとかよくわかんないんですよね。気絶はなんかいらなかった。季節免疫は別にいらないから、ホーリーベリーでいいかな。安定的なメンバーで、安定的なメンバーで誰？全然わかんない。こんな感じで、シャークソルベは抜いてコットンとかにしたらいい感じ。もうなんかもうね、もう新しいクッキーたちばかりだけど、こんな感じでいいのかな。宝物は、宝物パチンコでいいのかな。いや、でもどうだろう。パチンコじゃなくてこっち入れるか。チクチクハリヤマ。こっちの方がいいかな。わかんないな。まあいいや、とりあえず適当にこれでやってみたいと思います。久々ですね、探検。はい、始まりました。サクサクね、スタミナを消費するためにも、いきなりね、つまずいたりとかしないといいのですが。自動、とりあえず自動でいいか。ボス戦までは自動でいいか。だいぶね、クッキー。僕がやった時はピッピがちょうど出たぐらいだったかな。その後は多分コットンとかココアが出たからはほとんどやってないと思うので、ワールド探検のこの進めるのは霊魂石集めとかトッピング集めとかはやってたけども、さあさあさあ、とりあえず自動でいくか。もうじゃあみんなスキルいい感じで使ってくれるでしょう。ピュアバニラいないけど、まあ、コットンの回復力で大丈夫かな、間に合うかな。あ、間に合いそうかな。結構いい感じに与えてます。こっちも結構食らってますね。結構食らうね。海がやばいか。しかもこれトッピングちゃんとついてんのかな。トッピングもしかしたら選ばれてないクッキーもいるかも。おっと、これでもちょっとやばいか。残り100万あって、ホーリーベリーと多分コットンの回復が相当、多分ホーリーベリーとパンプキン、あ、倒せそうですね。いや、コットンの、ほぼコットンのおかげなような気がする。いや、これ、ワールド進める、ワールド探検進めるのも、意外と召喚獣パーティーで行った方がいいかな。海とフロストはどっちか抜いて、粉雪入れたりとか、もしかしたらそんな感じの方がいいのかなって今思っちゃいましたね。やられちゃってますもんね。でも気絶はあった方がいい。でも、氷結と気絶だもんな。ホーリーベリーはホーリーベリーでいいと思うんですよね。ピッピとコットンはかなりいい働きをしたと思うので、あとトッピング確認しよう。ついてる、ついてる。あ、フロストこっちにしよう。クールタイムでこっちもついてるということで、さあ行きましょうか。とりあえずさっきの12の13がボス的な感じだったので、こことかはもう割と簡単にいけるんじゃないかなと思いますけど。さあ行きましょう。自動で行きましょうね。自動でいければもう楽だし、越したことはないんでね。ハーブの友達。でもこの感じ、この雑魚の蹴散らし方の感じ、結構いけそう、容易に。敵に、今ココアジクッキーが来たから、敵に気絶とか、スリクッキーとか、そういった、今の敵もそうか、突進して気絶とか、そういったことをやってくる敵にも一応対応できるというか、対策ができるので、そうですよね。もう今はだいぶ結構進めやすくなったかなと。コットンとココアの、まあ、ピッピもですけど、実装はかなり探検をね、楽にしてくれたかなと。結構ね、アリーナの方で、まあ、目立ちがちではあるとは思うのですが、僕が結構前に、どれぐらいだろう、結構数週間前か1ヶ月ぐらい前に出したおすすめの、育成おすすめエピッククッキーだったかな。
そんなような動画でもランキングにコットンもパンプキンパージクッキーも入ってますけど、あそこまでココア出てなかったかな、まあ、アリーナだけではなくていろんなところで使えるみたいな、そういった万能性をねやっぱかなり強いかなと思います。まあ、アリーナ専用みたいなクッキーとかだとどうだろう、なんかいるっけアリーナ専用クッキーみたいな、まあ、専用ってわけではないけど、まあ、ヨーコとか割とアリーナ専用になるのかな。探検でも使えないことはないけど、ヨーコ入れるぐらいだったら多分別のクッキー入れたりとかって考えちゃいますよね。ヨーコ入れるぐらいだったら海の妖精とかフロス入れた方がってやっぱなっちゃうかなと思うので、まあでも攻めに関しては別に誰でも別にアリーナで使えれば探検でも使えないことはないか。ただまあスキルの能力とか自分のその耐久面とかそういったところに関してとかだとやっぱり使えるクッキー使えないクッキーってのはいるかなと思いますね。だいぶサクサク進めますね今のところ。最初のあの12の13はちょっとどうかなと思ったけど、その後は楽々な感じで進めていますね。特に引っかかることもなく苦戦しそうな感じもなく、いやーそろそろ来るかな、いやまだ来ないか、いやでまだか。今フロストってか、フロストのイベントが長いんですよね。伝説ってあんな長かったっけっていうぐらい、まだあと約1ヶ月ぐらいありますので、年明けて半分ぐらい、年明けて1月の半分ぐらいまではあるのかな、もうちょっとあるか、長いで半分ぐらいか、そうだ半分ぐらいか、長いですよね。でさらにそこから数ヶ月後に次のエンシェントがやってくることを考えると、でそこのタイミングでエピソードが追加されるってことを考えると、まだまだ結構先ですよね。年末決算アンケート今ありましたが、大乱闘は割とコンテンツとしては新しめだけど、何か他にも新しいコンテンツが、なんかこんな感じでね、なんだろう、対人じゃなくて、なんか一人で黙々とできるコンテンツみたいな、そういったのもあってもいいかなと思いますね。カオスの塔と探検、ソーダ諸島はね、ちょっとなんか違う気がするんですけど、カオスの塔とか探検みたいな感じで、しかもなんかその、なんだろう、スタミナなしみたいな、感じのダンジョンクエストステージコンテンツみたいなのがあるといいなとかと思いますけどね。オーブンブレイクとかだと実あれほぼスタミナなしみたいな感じでプレイできますもんね。そんな感じのコンテンツ、なんだこれ、ああ霊魂石ね、全部持ってるよと。ちなみに何の霊魂石だ、ああエスプレッソ、余裕で持ってますね。なんかそんなようなねコンテンツが追加されるといいなと思いますけどね。楽しいは楽しいんですけど、やっぱりずっと同じことばっかりしてるとちょっと飽きちゃうというか、なんか違うこともしてみたいなって、なんか新しいのがあるとよりモチベーションのアップにもつながるなっていうところがあるので、何かな、とりあえず不定期でもいいからレインボーキューブがゲットできるクエストみたいな、そういったの実装してくれないかな。たまにでいいから1週間だけレインボーキューブクエスト登場みたいな、3日に1回どっかでとか、そういった感じのね、なんかレインボーキューブがとりあえず手に入る何かがあるといいなと思いますけどね。今もう手に入らないですもんね、普通では。はい、だらだらと喋りながらね進めておりますけど、どんどん結構簡単に進んでいくので、もしかしたらこれ最終ステージあたりまでサクサクいっちゃうかもしれないですね。崩れたグランドホール、こういった若干名前がついてるところってちょっと難しいってことあるんですよね。どうだろう、これはここのステージが簡単なのか僕のクッキーたちが強すぎるのかがもう分かんないよく。はい、ということで見ての通り12の30に到達しました。あのあとね特に苦労すること、苦戦することもなく、このメンバーでただ普通にねもういけました。もう途中からもう特にあまりにも喋ることがなさすぎて、もうあまりに簡単すぎるから、簡単というか何事もなく進んでしまうから、なのでまあここまでカットしまして、でこの12の30ついたので、ちょっとこちらをね倒していきたいなと思っておるのですが、多分ですが今までこのメンバーでずーっとダークモード今クリアしてきましたけど、この
このボスに対してはちょっとね違うんじゃないかなと。やっぱり HP とかそういった関係もあるので、ダークチョコとかねパチンコは必須になってくるんじゃないかなと思っているんですよね。ということでメンバーを変えていきたいと思います。ダークチョでしょ、でアイテムでパチンコを入れましょうと。でヴァンパイア入れます。海とかもいらないんじゃないかなって思うんですよね。回復でココアを入れてもいいような気はするけど、どっさり入れてみますか。ココア入れて、このままだと単体火力がちょっと弱いなっていうところもあるので、どうしよっかな。前衛2台はちょっといらないか。ココア抜きましょうか。ココアを抜いてちょっと火力を上げたいので、どうしよっかな。ピッピにするか。ピッピにしましょうか。これといっていいなんか火力キャラも浮かびませんし、まあ、とりあえずダークチョコとパチンコでヴァンパイアのコンボ、この辺りで何とかねやって HP を減らしていければなっていうとこですね。じゃあやっていきましょうか。久々のこのブルーレッドドラゴンですけど、確かこれ2段階でしたよね。1段階目弱くて2段階目からま本当のバトルが始まるみたいな。あ、そう、いきなりボスバトルか。じゃあフロストもいらなかったかもしれない。ミスですね。クッキーセレクションをミスしました。パフェ入れるか。回復2体体制の方が安定しそう。まあ、アリーナ同様にね、かなり耐久性がコットンとパフェを入れると高まるので、ってなるとピッピが違うか。ピッピ違うな多分。かといって何を入れようかなっていうところもあるのですが、まあ、無難にシャークソルベ、リコリスも悪くはなさそうなんですよね。で一旦シャークソルベのアーモンドバージョンでいきたいと思います。トッピングも付け直してバンパイ、オッケー、これで一回やってみようかな。どうせねここまで来たので、なんとかこれ倒してね終わりたいなとは思うんですけど、一回ボス戦だからちょっと外して使ってるときさあさあ、ここでダークチョコ使って、あ、そっか、シャークソルベ使ってないか。次から使い回せるから、コットン使う、パフェ、ダークチョコ、イチゴ、サイ、クリキ、いい感じじゃないですか。で、いい感じで、このまま回復していきたい。さあ、200目、結構火力高いから、そこと心配ですよね。死んでしまう、まだ痛くなるけど、結構ギリ、ダークチョコやばいか、ラズベリーだからな。あー、また死んじゃった。さすがにここやるときはダークチョコ、ラズベリーじゃなくて、あ、もう見せろ、いいかもしれない。この、いや、結構きつい。今なんと D4 体では、いや、もう一瞬でもしないから。やばい、回復も見ないかもしれない。むしろダークチョコいないか。ダークチョコはちょっと一緒に削りきます。いやでも、時間的についか。シャークソルが死んでしまいました。気分差しだったら、ここに来るまで何のプロもせこなく。前衛2体ではないよな、多分。いや、時間的にも厳しかった。やっぱダークチョコとパチンコとのコンボがないと、やっぱきつい気がするけども。ダークチョコのトッピングを変えるか、ちょっと。あんま、あるかな。あ、一応適当につけれるのあるので、適当につけますか、アーモンド。とりあえず。つけて、耐久力上げて、シャークソルベも、でも結構シャークソルベもギリギリでしたよね。一回火力いくダメージ減少の高いやつはどれだ？これ 4% これ入れて、で一回こっちに変えてやってみましょうか。じゃあ一回これでやってみようかなと思います。勝てるかな？うん、あ、結構いい感じ。いやー、ヴァンパイア死んじゃった。これはもう無理。ノーマルのここどうやってクリアしたかな。なんかタイミング測ってバリア使ってたっけ。ココア。サメ抜きココア。火力足りるかな。リコリスの方がいいかな。いや、一旦ココア。いや、気絶の免疫という役割として入れて、回復が止まらないようにっていう感じと、コットンとパフェの回復をずらした方がいいかな、わざと。これ使っちゃう。ここ使っちゃう。ダクチョ使っちゃう。パチンコ使う。で、コットン今使う。あー、タイミング被るか。被らないか。で、こんな感じでね。あ、ダクチョ使っちゃった。間に合うか。パフェ使う。回復交互で使っていった方がいいような気はする。気絶免疫のタイミングを合わせるのは相当難しいぞ、これ。回復か交互の方がいい気がする。ダクト使う。気絶を無効化できるとスキルを安定して発動できるから、そこはかなり強みですよね。でも結構悪くない気がする。
ヴァンパイアが相当頑張ってます。あとは戦略的には悪くない気がするから、あとはこのまま生き続けることができれば倒せるとは思う時間内に。ただあんまり覚えてないのが、この敵ってなんか途中から強くなったりとかあったっけ。 HP 半分切ってから強い攻撃とかあったかな。あんま覚えてないんだよな、そのあたり。今はかなり相当いい感じ。あとはもう死なずに、死ぬな死ぬな死ぬな、自動どっちも100使い、 OK。 あーっとこっちも使っとこう。ダフ超パチンコヴァンパイア回復のタイミングが結構、あーっとやばい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 かやばいかやばいか、ヴァンパイア死ぬ可能性あるぞ。消えろ、危ない。今のは結構いい回避だったような気がする。ヴァンパイアいい感じに回避した。ダークチョコはそのままココア使う、コットン使う、パフェ使うで結構使う。ダークチョコ、ダークチョコじゃない、ダークチョコ使い損ねてる。やばい、ヴァンパイアが一発分ちょっと無駄になった。いやこの無駄、いややばい、いけ、間に合うかこれ。相当ギリだぞ、時間は多分大丈夫。もうヴァンパイア、ヴァンパイアダークチョコいっとけ、オッケー、タチング使う。ヴァンパイアもうここで減らしとかないと。いける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 、さあ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 、あともう自動でいい、全部もう使いまくれ使いまくれ。やばい、油断するな油断するな油断するな。ちょっと待って、敵の HP まだ高いぞまだ高いぞ。ヴァンパイア使っとけ、ヴァンパイア使っとけ。おっし、倒した、危な、相当ギリギリだった気がする。あーちょっとダークチョコ最後ちょっと油断しちゃったかな。ダークチョコ死んじゃって星3クリアはできませんでしたが、なんとかココア、ダークチョコ、コットン、パフェ、ヴァンパイア、こちらのメンバーで12の30をクリアすることができました。ダークモード情熱の宮殿クリアと。いやーありがとうございます、おめでとうございます。なかなかね、なんか久しぶりにクッキーランキングダムでなんかこの戦闘を行って楽しかった気がする。ギルド討伐戦とはちょっとまた違った楽しさ、超越戦だからクールタイムとか順番とかそういったのがねすごい気になりながらの対戦になるから、ギルド討伐戦はもうあれはもうなんかもう定型文みたいなそんな感じの戦い方なので、これ久しぶりになんか戦闘がすごい楽しかったですね。いやーよかったよかった。まあ、ココア入れたのが正解だったかもしれない。気絶免疫は強いね。アリーナだけじゃなくてこういった大型ボス系で、まあ、通常攻撃に気絶を織り交ぜてくるような敵とかボスにはかなり有効ですね。安定して回復の運用ができるっていうのがやっぱ強いかなと思いましたね。はい、ということで今回の動画はダークモードを久々に進めてみようという動画でしたね。こちら詰まっていた12の13、こちらからダダダダダダーと特に苦労することなく進みまして、最後12の30まで到達して、なんとかね、メンバーを3回2、3回変えて挑戦してギリギリね勝てたかなというところでございます。まあ、あと星集めとかかなぐらいになっちゃったのでというところはありますけど、まあ、とにかくね今現在ある一番最後のステージのダークモードがクリアできてよかったですね。はい、ということで今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。皆さんもねダークモードとか探検とかで詰まっている方、この新しいクッキーたち、コットンとかココア味、そしてパフェ味クッキーもだし、パンプキンパージクッキーも非常にね強いクッキーたちが今揃っておりまして、割とね進めやすく、前よりかは進めやすくなったかなと思いますので、苦戦している方はぜひ新しいクッキーたちをね使ってみてやってみてもいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで終わります。どうもご視聴ありがとうございました。